はい、どうも、リッチです。さあ、今回もパワーボックス遊んでいこうと思うんですが、さあ、今回はね、ちょっと短めなんですけども、こちらね、まあ、人間や人類にとってあまり良くない能力、それらをね、ちょっと結集させたらどんなことになるのか、これを見ていこうじゃないかと思います。まあ、この中で怖いのは、この、まあ、エネルギーフォース、死んだら雷や、まあ、炎の更新、ね、怪液の血と。あと、ま、一応、ゾンビ感染、キノコ感染、異形感染らもついている感じだね。で、この破滅火力狂っているだと、ちょっと国がね、バラバラになっちゃうんで、ある程度統制された元で行かれてもらおうじゃないかと。で、まあまあ、ここでちょっとね、若干の結果は見えてる気がするんですけど、この辺で200、260、210と、大都市圏があるんで、ここにつけていきます。ここもじゃあつけようかな。まあ、これはちょっと2倍とか1倍でもいいかもしれませんね。ちょっとこの辺かな。よいしょ。さあ、まるで、ね、空爆されたかのような状態になってますけど。ゾンビが生まれ、雷が降り注ぎと。ちょっとこれ、雷があるからちょっと分かりづらいと思うんですね。ちょっとこう、一旦やんだら、雷切ってちょっと、バージョン2いきましょう。これはすごい大規模な。さあ、まだいます。ちょっとこのゾンビとか見ましょう。こんな感じだね。いろいろついてます。さあ、氷もついてね、こう氷で止めて、殴って、ドーンと。さあ、やらないかなかなか、まあ、一体ね。で、これを切るわけだね。まあ、でも他にも害虫とかいろいろネズミもついてるんで、何かあるのかもしれませんが、次。もうちょっと規模落とそう。この辺かな。さあ、見てると炎ですよね。炎の何かが湧き上がっていると。放火魔ではないかな。灼熱の更新、グレンの血、怪液の血、この辺が、ね、湧き起こっているんだろうなと思います。さあ、こうなって分かりやすいかな。燃えて死んでゾンビになったりして、こういろいろ変わっていく。キノコにはならない感じですよね。ゾンビ感染が優位なのか、あまりね、まあゾンビもともとついてるんで、こっちが優先されてキノコとかにならないと。さあ、雷がないとすごい、まあ全部がゾンビになっていくね。じゃ、これはちょっと次ゾンビ切ります。ゾンビ種を切ればいいかな。ゾンビ感染者か。ゾンビ種はつけよう。雷がちょっと一番ね、衝撃的ですよね。ついてると。まあ、これ何回も試す先の人口いるんで、ちょっとね、各地でやっていきましょう。さあ、燃えて凍ってゾンビになって。さあ、次。まあ、静かなもんですね。ゾンビ感染者切ってるんで、多分、ほんなら死んでもゾンビにはならないはず。こちらを、じゃあ北部のこの辺かな。バッとかけまして。あ、でもゾンビ種で多分かかってそうだね。震えてますね。あ、でもキノコになった、キノコになった。やっぱそこで変わるんだ。ゾンビ感染者がなくなってるんで、キノコ優先っぽいですね。さあ、まあ争いはしないんでね、なかなか何も起こらないのかなと。
とはいえ歩けば燃えるんでちょっとね環境悪いかなと。燃えて凍ってるんで地形の変化が凄まじいです。まあ北部あれでいいかな。ここ尋常じゃないね。それ以外ちょっとこの辺も切って、例えば、この破滅ね、破滅でいいか。これつけるともうね終わっちゃうわけですよ。やりますか。まあ、戦いがついに起きると。まあ、全部特性乗せっていうのやってみようと思ったんですけど、このね破滅があるとこうね中で戦い出すんでね。あ、呪いあったんだね。呪いがあるんでスケルトンにもなっていくと。まだ雷止まないんだね。さあ各地でちょっと人間がね変わっていっていますが、ちょっと最初のインパクトには及ばないですね。まあ、そこにちょっと勝るか分かりませんが、最後にちょっと全部乗せていきましょう。まあまあ電気がね一番でかいと思うんですけど、で全部乗せやるとね、まあ破滅で全員戦う状態になるし、まあ、爆発もするし、で免疫あるんで病気にはならないかなと。巨体と小さいって競合するのかな、どうなんでしょうね。さあこちら、こちらねかけていきますよと。なんかもうリアルに人口が減ってってるんですけどもね。かけただけで減ってってるね今ね。さあ行きましょう。最もカオス今。ああそうかそうか、なるほどね。いやこのなんか溶岩大爆発みたいな、なんでこうなるのかなって思ってちょっと雷でいたんですけど、雷のせいで起きてるんだね。実験会場その TNT の意図はないんですが、投げれば投げるだけ爆発していくと。爆弾だけでも大変なのに、それが死んだらですよ、もう雷で大爆発すると。さよんだかな。さあこの現象だよね。こうやって雷を落とすとなんかマグマ的な感じになるんだよね。これが起きてなんか大爆発してるみたいな感じなんだね。こことかすごいですけど。密集車に打ち込むと、ああなるね。さあ今のが全部のせいですね。地獄のような。いや、もう地獄ですね。文明がもう、瞬く間に壊滅すると。まあ、ちょ、このね、チート能力をね、強化に使っていきましたが、全部のせてしまうともう、こうなってしまうんだと。